ワイルドライフパークに来ております。コアラがいるみたいですね。今私がいるメルボルン近郊のビクトリア州はコアラ抱っこ禁止なんですよ。なのでケアンズがあるようなクイーンズランド州とかに行かないとコアラは抱っこできない。コアラいた、寝てる寝てる。まあそうやろうな、ほぼほぼ寝てるもん。普通はこうやって抱っこして寝るじゃないですか、コアラって。でも金曜の夜に飲んだくれた後みたいに寝るコアラもいるんですね。大きい鳥がいます。この餌をねあげます。はい、すいません、下手くそで、すいません、探してください。さすがに手渡しはちょっと怖いんでね。行くよ行くよ。はい、ごめん、超たくさんのブラックスワンたちがいます。ケリーは怖いんですって。これスワンなんでしょうか。首長、オーストラリアならでは のウォンバットです。起きてます、嬉しい。ずっと会いたかったウォンバット。クイーンズランドのウォンバットとこっちのウォンバット違うんですよね。あのケアンズのウォンバットはなんか姫ウォンバットみたいな名前のちょっとブサカーな感じなんですよ。打ちまった、あ、超打ちまった。あら、かわいい。ウォンバットのお家です。かわいいな、こんな家に住んでるなんて。歩いてきます、彼も歩いてきます。私に何を求めてるんでしょう。餌ですか。元気なやつらですね。そうか、君もこのパークをエンジョイしてるかい。エブリン comes us they have food maybeケリーが通り横で怖がってます。みんなこっちに来るんでね。 Yeah, yeah, of course, I protect you. I'm scared. Oh, my god.And I'm scared they're gonna be all over. Yeah. Oh, they're learning, learning, learning. Please get away from me. Go away. Go away. Go away. Yeah, go away. Oh, coming. Go away. Oh, I hear them. Shh, don't tell. Go away. Go away. That's okay. This one's nice. カンガルーです。かわいいカンガルー。すごいかわいい。Hi, hello, how are you? Today is good day. 日本語なんでしょうか、彼。英語なんでしょうか。もう英語ですよね。日本語わかるわけないもんね。こっちがカンガルーで、こっちがワラビーです。似てますね。
だ子供ですね。大人のカンガルーを紹介します。こっちが大人です。はい。あ、来ますよ。赤ちゃん連れのカンガルーがいますよ。驚かさないように気をつけましょう。この子あれですね、ベビーザカーのステッカーを貼らないといけないですね、この方。お腹の中に赤ちゃんがいるんですよ。かわいい。すごいグイグイ来ますね、この子連れの方。あ、さよなら三角、また来てしっかり。ワビー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 。OK。オーストラリア人とカンガルーミルクをあげております。眠そう。お昼寝でしょうか。あ、エミューが来ました。かっこいいですね。すごいたくましいですね。豪快ですね。キッナ、いや、キッナ。ハリネズミじゃない、何これ、何やったっけ。キッナ。けなげな歩き方。大きい鳥ですね。彼らがアグブーツになるんですよ。アグのエミューブーツ。ワイルドライフパークを見終わって、ビーチに休憩しに来ました。すごい静か。あの橋が見えますか。左がフィリップアイランドで、右がオーストラリアの本島ですね。